速報。3戦連続ドローも、3戦連続 MOM 獲得で絶好調なのか何なのかわからない模様。ソシエダは開幕節から3試合連続のドロー。右ウィングで先発出場した久保は大半の決定機に絡み、孤軍奮闘のまま後半30分に途中交代となったが、3試合連続でリーグ公式の MVP オブザマッチ MOM に選出された。孤軍奮闘はキーパーやがな、3試合連続 MOM はさすがにやりすぎ。アイドレシューバとティアニーが入ったら少しはマシになるかね。ロハヤンも加入したし攻撃のオプションは増えそうだよね。シルバの代役現れないと厳しいだろうな。新加入選手も間もなくデビューしてくるだろうし、やっと勝てるようになるかな。毎回75分前後で交代するのなんなん。結果その後終わるやん。サディク覚醒したらいけるやろけど、ガラス並みに繊細やからな。大エース親サバ、いつまで復活またせんねん。試合に負けない限り 90% の確率で MOM 久保だろな。いつもの久保やなー。